久保さん、ガリレオ、マトリックス、フォーチュンビジネス。まあ、これも一生言われるでしょうね。まあいいでしょう。まあいいでしょう。<laughs> まあ久保さんが死んだら言う,言う人はいなくなると思うんで、それまで待ちます。<laughs> まあどっちが先にくたばるかですね。<laughs> 僕がくたば、先にくたばっても、吉谷さん、マトリック遊ぶアフリートどうなったんですかみたいなね。もう全然返事来ないじゃないですかみたいなね。 まあどっちが先にくたばるんですかね、久保さんね。まあ、この前ね、あの、えー、東北大震災、えー、東日本大震災からまあ10年経ったわけなんですけど、まあ、あの、なんだ、まあ、明日ね、久保さんが生きてる保証もないし、僕が生きてる保証もないです。以前ね、あの僕がセールスしてるときに、お客さんがこんなこと言われて、 大変失礼な質問かもしれないですけど、ね、吉谷さんサポートめちゃめちゃ押してるけれども、ね、60歳までやるみたいなこと言ってるけれども、吉谷さん死んだら私たちどうなるんですかみたいな。僕はそれに対して、じゃああなたが死んだらどうするんですかみたいな。<laughs> お互い様ですよねっていう。だからそれ考えたら引きりないよねっていうところで、まあ、あの、つばめ返ししたんですけど。 だって一緒じゃないですか確率なんていうのは分かんないんでうんだからまあ何が言いたいのかっていうとまあ死ぬ僕が最近本当に意識してるのがブログでも結構だ,だいぶねブログのネタがほとんどそっち系になってるんですけどまあその余命というか、うん、自分の死を意識して生きているかっていうところなんですよね でまああの多分その東日本大震災もねまたねあのまあ一時期10年前みたいな感じで結構取り上げられたんでああ10年前こんなことあったかなとかあったかもしれないですけど思い出した人もいるかもしれないですけど多分また忘れますようーんなんで人は忘れる生き物なんでなんか忘れちゃいけないものもあるだろうし忘れうんなんだああ 忘れていいものもあるだろうし、まあいろいろあると思うんですけど、まあ一つの事実を言うならば、いつ死ぬかわからないと。で、それが露骨にね、あの、僕はあれを生でね、あの、本当に、あの時何,何歳だ ?10 年前でしょ ?29 ぐらいですかね。 の時にまだ成もう成人になってね成熟してで時にあの映像を見てで実際関東もねすごいことになってたっていうところも目の当たりにしてまあ人生観変わったっていうのは非常にあれは大きい出来事でしたねうんだからまあ生きてるうちにしか体験できないこと生きてるうちにしかできないことやっぱそれをね本当に成し遂げるというかやりきる うんいやってみる体験するっていうのが大事なんじゃないかなと思うんですよねうんでもみんななんかやろうやろうっつってねなかなかできなくて時間だけ過ぎていくわけじゃないですかうんだからね今本当に今今がね僕は本当に人生が濃いですねなんで濃くなったかっていうとやっぱりその人生の賞味期限を意識できるようになったから僕も 気がついたら、あとちょっとで40歳なんで、久保さんもう50になりますよね。久保さんと僕10年離れてるんで、僕今年で39でしょ久保さん49になるのかな今年。ね。<laughs> 来年50ですよ、久保さん <laughs>。やばないですか。自分が50になるのは絶対想像できなかったですよね、昔ね、20代の頃。だから今ね、僕一番楽しいですね、人生が。うん。やっぱその賞味期限を意識するようになってから、 すごく濃く濃なりました、ね、いろいろ考えることも深く深くなってったうんなんかん深くなりましたね考え方があとちょっとしかやっぱアクティブに動けないっていうだからもっともっとやらないといけないなとかもっとなんかあのこうしたいなとかじゃあこれ買おうとかねなんかそういうのもなんかすごくしみじみ感じますね うん、だから今日なんかあれですよ、久保さん。もう BMW の,の Z4 ずっとあのリサーチして見てましたね。よし、絶対40まで買うぞみたいな。40まで絶対買ったるみたいな。そう。オープンカーでちょっと乗り回すぞみたいな。あのボディ白がいいかな、黒がいいかな。最初白に決めてたんですけど、黒見ると、あ黒かっけえなみたいな、ね、<laughs> なんかそんなことやってたんですけど。<laughs> まあ動画もね、やること、まあまあやってましたけど。 流儀はこ今日何本撮った流儀20本ぐらい撮ったかなうん。まやることはやってましたけどね。ブログの更新も多分今日3記事ぐらい書いたかなで動画も20本以上やって。まあこのやりとりは抜きにしてね。うん。まあそんな感じでいつ死ぬか分かんないんで。うん。やりましょうって感じですかね。い <laughs> ってらっしゃい。